皆さんこんにちは。今回は静岡県御殿場から横浜までの移動で安い方法を紹介したいと思います。結構ね、御殿場よく行くんで。御殿場駅っていうのは JR しかありません。で、当然横浜も JR ありますんで、全部 JR 線で行くこともできるんですが、その方法で行くと1500円ちょっとかかります。今私が乗っているのは小田急線で、まずは海老名に移動します。海老名に移動するためには御殿場線に乗った後、松田という駅で降ります。そうすると新松田駅に乗り換えができて、小田急線に乗ることができます。なぜ海老名で降りるかというと、それはまた後ほど。こちらは神奈川県中心に展開されているハングリータイガーさん、このハンバーグが美味しいということでやっと食べることができました。平日のお昼行くと1500円程度でこのセットが食べられます。牛 100% のお肉で美味しかったです。こちらは海老名の駅前、片側だけでもこれぐらい大きいんですね。逆側には大きなショッピングセンターもあります。こんな奇抜な建物もありました。初めて海老名行ったんですがね、かなり大きな街だったんで、まだまだまた楽しめるんじゃないかなと思います。金券ショップ、こちらはイオン海老名店の中にあるものです。自動販売機で250円で相鉄線に乗れる切符を買いました。こちらを使うとさらに60円程度安く相鉄線に乗って横浜駅まで行くことができます。 JR、小田急、相鉄と3つの鉄道線を乗り継ぐので、3回初乗り料金取られそうな感じなんですけど、こちらで行った方が350円程度は安くなります。なんだ350円かよと思わずに、ぜひやってみてください。ありがとうございました。